皆さんこんばんは。ガレージセールの店長青山です。本日は5月の22日、火曜日、時刻はですね21時、20分を回ったところです。今日はこちらの革靴をご紹介したいと思います。ノードストロームというですね、アメリカの高級百貨店のオリジナルのタグのついた、イタリア製のハンドクラフト、手作りの革靴です。ノードストロームはですね、全米で顧客満足度ナンバーワン、もしくは世界一と言われている素晴らしいデパートなんですけれども、とても有名な逸話がありまして、1975年にノードストロームのですね、アラスカ店に一人の男性がやってきました。タイヤを持って、タイヤの4本セットですね、持ってきて、それでですね、こちらで買ったタイヤなんだけれども返品したいということを申し付けるわけですね。ところがノードストロームはですね、高級百貨店ですから、未だかつてタイヤを扱ったことはないわけです。ところがその時どうしたかと言いますと、ノードストロームのですね方が、そのタイヤの値段を調べて返金に応じたという、全米顧客満足度ナンバーワンのデパートはそこまでやってしまうという伝説があります。これはもう世界中に知られた話なんですけれども、実はこれ都市伝説みたいですね。あるコンサルタントがですね、ノードストロームだったらそれぐらいやるだろうということで講演の時に広めた話ということなんですが、いかにもそのデパートだったらこれぐらいやっちゃうんじゃないかということで伝説となり、世界中に知られた逸話となっています。それぐらい、素晴らしいデパートのオリジナルですので、なかなかのお品です。こちらもぜひね、お店の方でご覧になってください。それでは本日は以上になります。失礼いたします。